輝く海原越えて旅立ちの時は来た。ブルーノア巨大な波を蹴立てて船底深く進んで遥かに望む大いなる海ブルーノア俺たちの使命は重いブルーノアお前の力を信じるこの地球に再び安らぎをブルーノアに西暦2052年地球は一つの連邦国家を形成し太陽系諸惑星の盟主として平和共存の道を歩んでいた。そしてその資源やエネルギー科学技術などの問題を討議研究開発する最高の施設として地球上の各地に9つのセンターが設けられていた。だが外宇宙からの侵略者ゴドム人工惑星の攻撃によって9つのうち7つのセンターが一瞬のうちに崩壊した。地球は壊滅状態に陥り60億を誇った人類もその約 90% が死滅した。以来勝ち誇ったゴドム人は各地に基地や浄水工場を建設地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時ゴドム追放の旗を掲げて一人大しく立ち上がったのが戦略空母ブルーノアとそのクルーとなった若き志士たちだった。ブルーノアは進む一路バミューダを目指してそこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために。そしてこの日ブルーノアは日下神の偵察してきた情報をもとに空と海と陸から協力してトナペ島に上陸。日高、カピラ、タラなど153名の地球人を救い出すことに成功した。だがユルゲンス率いる敵ゴドムの爆雷攻撃がブルーノアを待ち受けていた。大海上、先行を急ぐんだ。ダメです。これ以上速度を速めると海底に激突します。何？現在深度1800。海底まで200メートルありません。艦長、よし、爆雷防御プロンメーザー発射。プロンメーザー発射します。爆雷消滅しました。よし、現在の震度は。現在の震度は、どうした。2500。何、2500？海底震度は2000のはずじゃなかったのか。間違いありません。昼間ソナーで測定した時には2000メートルです。もしかしたら深海産卵層かもしれませんね。深海産卵層、考えられるな。よし、進路丸90にとって水平航行だ。進路丸90水平航行します。
消えました。何、消えた？我々の爆雷攻撃で消滅したんじゃないでしょうか。いや、そうじゃないな。それじゃあブルノアは逃げたの？逃げた。そうだ、奴は我々の爆雷攻撃をかわしてまたもやまんまと逃げおおせたのだ。それで深海三断層って何なの？ああ、それはだな。深海三断層というのはソナーの音波が本物の海底より浅いところから反射してきて偽の海底像を作る層のことを言うんだ。原因はプランクトンだと言われている。まあ言うなれば幻の海底だな。するとブルーノアもその幻の海底の下を進めばゴドムに見つからずにバミューダにつけるわけね。そう、うまくいけばな。でもゴドムの連中もバカじゃない。そのうちにきっと幻の海底に惑わされない新しい探知機を考え出すさ。ブルーノア、機関および船体、異常はありません。了解。シーラ、機関および艦隊、異常はありません。了解。戦闘ヘリバイソン、異常はありません。了解。報告します。救出者総員153名のうち過労および栄養失調による衰弱者は各3名ずつです。他は全員異常ありません。了解、よろしく頼む。艦長、地震です。地震？震源地は？座標方位丸90、距離1000キロ、クエゼリン島あたりです。おかしいですね、艦長。あの辺りには核火山はないはずですが。よし、このまま注意して観測を続けてくれ。はい。ゴドム収容所から救出されてきた153名の諸君、挨拶が遅くなりました。艦長のドーンです。本艦つまりブルーノアは宇宙からの侵略者ゴドムを追放し、一日も早く地球に緑と平和を取り戻すために立ち上がった戦略空母です。本艦は反重力エンジン装備のためバミューダ海域のポイント N9 へ向かうわけですが、途中にあるゴドムの前進基地及び工場を叩くのも本艦の重大使命です。そのためにはぜひとも諸君の協力を仰ぎたい。どうかね。ご覧ください。収容所から来た人たちの情報を総合すると、旧マーシャル諸島の島々にはほとんどゴドムの基地あるいは受水工場になっています。なるほど。連中はこれらの基地を建設した後ポナペへ送り込まれたわけだな。いかがでしょう艦長、裏付けを取る意味で海上査察アイを飛ばしてみては。ああ、その必要はあるな。長距離ドローン発射準備よし。発射。発射します。確かにオーロラだ。よし、あの光の明滅に今観測中の地震の波動を重ね合わせてみろ。はぴったりです。よし、直ちに作戦会議だ。いいか、第一航空隊はドミニコが指揮を取って、このメジロ、ミリ、ヤルートのゴドム基地を叩く。はい。
そして第二航空隊は日高。君がウォンゼ・マロエラップを爆撃する。はい。艦長、ドメニコはともかく、いきなり日高に指揮を取らせるのはどうでしょうか。そう来ると思ってな、用意しておいたよ。旧地球連合軍のアクロバットチーム。このチームの指揮官機に搭乗しているのがここにいる日高君だ。すごいな、アクロバットチームのリーダーをしていたのか。すまん、どうやらわしの失言だったらしい。いえ、いいんです、よろしくご指導ください。そのうち君がシーラに乗るようなことがあったのな。頑張ってくれよ、期待してるからな。では航空隊は出動準備にかかってくれ。艦長、シーラは今回の作戦には参加しないんですか。シーラには航空隊とは別な重大任務がある。重大任務。シーラ乗員はこのクエゼリン島のゴドム基地に潜入してその秘密を探る。しかし艦長、どうやって潜入するんですか。この地図によると、この島の周りはアリの這い込む隙間もないほど警備が厳重ですが。大丈夫、案内人をつける。これはクエゼリン島の断面図です。この傘みたいな海の下の洞窟、オーストラリアの海底牧場研究グループが使っていた基地です。シーラはこの洞窟に入って、ここから島の中まで地下道を通って行けます。お前、どうしてそんなことを。私、この島で生まれ、ゴドム来るまでこの海底基地で働いていました。しかし果たして昔のままかな、あるいはゴドムが埋めてしまったかも。それは分からん。だがこいつにかけてみる以外に手はないんだ。虎穴にいらずんば虎子を得ずだよ。船の現在位置は東経167度、北緯9度、クゼリン島西200キロの地点です。よし、作戦行動開始だ。総員、行動配置につけ。総員、行動配置につけ。ハラ、心配するな。カピラには俺たちがついている。そうよ。でも気になるんだったら環境で待ってなさい。あそこならシーラの様子が全部わかるから。ほらね。シーラ、発進準備完了しました。よし、シーラ発進。シーラ、航行順調。これよりクレゼリン島の海底洞窟へ急行します。連絡を怠るなよ。はい。よし、ブルーノア、急速浮上。ブルーノア、急速浮上します。
第一航空隊発艦準備完了。第二航空隊発艦準備完了。第一航空隊発艦。第一航空隊発艦。第二航空隊発艦。第二航空隊発艦。こちらシーラ、目的地点に到着しました。これより海底洞窟に接近します。よし。ない。何？海底の様子昔と変わっています。位置の測定を間違えたんじゃないのか？いえ、東経167度、北緯9度、間違いありません。カピラ。いえ、私の地図間違いない。これ本当です。よし、潜望鏡深度に浮上。え？心配するな、海上は荒れてるんだ。敵に発見される恐れはない。例の大異変覚えてるだろう。ゴドムの人工惑星が地球の衛星軌道に停止した時起こったやつ。あの時の地殻変動で島全体が隆起した。ここまで来てなんてこった。いや、まだ方法はあります。何？ロッククライミングだと？はい、洞窟が海面上に隆起していまして、やむを得ず。いかん、無理は避けるんだ。ダメです、もう止めることはできません。私の情報ミスかばおうとしてこんな無茶なことを。バカ、くだらんこと考えないでちゃんと材料確保しろ。カピラ、大丈夫か？はい。クレゼリン島です。よし、ブルーノアは作戦通り援護活動を行う。するな、あと1分経てばいい。
距離1万に接近し攻撃の用意。よし、四方砲撃開始。敵中、敵中だ。で何、目に見えない何か空気の壁みたいなものが。空気の壁、そんなバカな。いけない、来ちゃダメ。地球人だ、そこにいるぞ。カピラ、クサカサ。輝く海原越えて旅立ちの時は来た。ブルーノア、巨大な波を蹴立てて船底深く進んで遥かに望む大いなる海に。ブルーノア、俺たちの使命は重い。ブルーノア、お前の力を信じる。この地球に再び安らぎを。ブルーノア、
時に西暦2052年、地球は一つの連邦国家を形成し、平和共存の道を歩んでいた。そしてそのための資源やエネルギー、科学技術などの問題を当に研究開発する最高の施設として、各地に9つのセンターが設けられていた。だが外宇宙からの侵略者ゴドム人工惑星の攻撃によって、9つのうち7つのセンターが一瞬のうちに崩壊した。地球は壊滅状態に陥り、60億を誇った人類もその 90% が死滅した。以来勝ち誇ったゴドム人は人工惑星から次々兵員を輸送し、各地に基地や重水工場を建設、地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時、ゴドム追放の旗を掲げて一人大しく立ち上がったのが戦略空母ブルーノアと、そのクルーとなった若き志士たちだった。ブルーノアは進む、一路バミューダを目指して、そこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために。そしてこの日、ゴドムの秘密を探るべく、クサカシンとカピラは敵基地の一つであるフェゼリン島へ潜入。同時にブルーノアもまた二人の援護のため砲撃を開始した。だが偵察任務を終えたかに見えた二人は、突如目に見えない空気の壁にぶち当たり、身動きが取れなくなってしまう。二人は捕らえられてしまったのだ。金属プレートに何か特別な仕掛けがあって、外とは重力の差があるんだ。ということはこの中にいると安全。今はな。だが後のことは分からん。この銃ではダメだ。レザーマンを持ってこい。あいつら、カピラ、大丈夫か？はい。よし、もういい。砲撃やめ。砲撃やめ。戦況を確認せよ。はい。海岸線の核陣地は一気に残らず破壊完了です。第一航空隊、ただいま根城、ミリ、ヤルートのゴドム基地爆撃を終えました。これより帰還します。ご苦労。第二航空隊、ウォンゼ、マロエラップ攻撃に成功しました。あとはシーラだけだな。シンとカピラはまだか？はあ、残念ながらまだ。では分かり次第連絡してくれ。そうします。何かあったんじゃないでしょうか？艦長、浮上して乗り込んでみましょう。いや、今浮上しては危険だ。なぜですか？基地中心部はまだ無傷だからだ。
佐賀さん、僕ここに残る。一人だけ帰ってください。そんなことできるか。ザイル仲間じゃないか。ザイル仲間。山に登る者の掟だよ。一度結んだザイルは死んでも切っちゃならないんだ。でも撮った写真早く届けないと。もう喋るな。ここは空気がただでさえ悪いんだ。さ、行こう。第一航空隊、帰還しました。我々の損害はありません。第二航空隊、帰還しました。我が隊も損害ゼロです。何かあったんですか？信とカピラが潜入したまま、未だに連絡はないんだ。信とカピラが？こちらシーラ、ブルーノアどうぞ。土門艦長。連絡があったか？はい、ただいま。二人の姿が崖の上に。いかん、急速浮上だ。急速浮上します。カピラ、大丈夫か？大丈夫です。くそ。カピラ、シーラだ。よし、一か八かだ、行くぞ。それ！シラシーラ、ただいまシンとカピラの二人を無事救助しました。これより帰投します。よかった。よし、砲撃用意。砲撃用意。目標、クエゼリン島内部のゴドム主要基地。目標、クエゼリン島内部のゴドム主要基地。撃て。やった、さすがブルーノアだぜ。カピラ、カピラ。
そろそろ完成だな、ユルゲンス。はい、あとは乗組員を選んで訓練するだけです。うん、ただいま監視衛星から連絡が入りました。なんだ。マーシャル諸島の我々の基地が地球航空隊の爆撃およびブルーノアの砲撃で全滅したそうです。何、全滅？はい、ウォンゼ、マロエラップ、メジロ、ミリ、ヤルウト、そしてクエゼリ、すべて完膚なきまでに。ブルーノアで待て、慌てておうこともあるまい。しかし奴はマーシャル諸島の我が基地を。基地の銃や20潰されたって騒ぐことはあるまい。我々には何千という基地が控えているんだ。それに機動部隊さえ完成すればブルーノアの生命もそれまでなんだろ。はあ、それはもう。だったら機動部隊の完成と整備を急ぐことだ。それまではせいぜいブルーノアを楽しませておけばいいぞ。カピラ、潜るぞ。はい。先行ドッキング用意。了解、先行ドッキング用意。シーラ、クエゼリン島のゴドム基地の偵察を終え、ただいま帰島しました。うん、ご苦労だった。艦長、基地及び工場の状況は全てこのカメラに収めてあります。よくやったな。はい、これもカピラのおかげです。いえ、日下さんいなかったら私嘘つきにされてました。みんな日下さんのおかげです。二人ともよくやったな。ところでシン。はい。あのロッククライミングはどこで覚えた？は、それは、丹沢か？それとも谷川岳か？いや、実はその、今日覚えたばかりで。なんだと？本当かそりゃ。なんてやつだ、まったく。申し訳ありません。シン！申し訳ありませんで済むか。あの時、お前はまるで岩登りの大ベテランみたいな口を聞いた。だからわしも安心してお前を。そうさ、それで俺たちも遠慮したんだぞ。ああ、そうだ、そうだよ。しかし、あの時経験はありませんと本当のことを言ったら許可していただけなかったと思います。手前だ。おい、ヤコベッティ、今日の旬は飯抜きだ、いいな。おお、サンシェイ。そんな もう少し優しくやってくれないかな、ケイ。ダメだ、うんといじめてやれよ。そうだ、俺たちに嘘をついたバスだ。そうってやってくれたらな。先生、こいつなんとか言って。もう私ならもっときついお気を据えるよ。幸い打ち身や擦り傷程度で済んだからいいようなものの、命でも落としてごらんなさい。それこそ責任は全て上陸を許可した上官に行くんだよ。これは何も真だけの問題じゃない。あんたたちもよく覚えておくんだね。はい。さっきはごめんなさい、包帯のこと。いや、これでいいのさ。骨身に染みたよ。しかし、いつまで見ることができるかな、こんな景色。日下神、地球環境に戻れ。じゃあ、ケイ、後で。
日下、参りました。実は君が撮ってきた写真をコンピューターにかけて詳しく検討しているところなんだが、どうもはっきりしない写真があるんだ。とおっしゃいますと？ま、順を追って見てもらおうか。はい。これは覚えあるかね？はい、これは最後に撮った写真です。何を撮ろうとしたのかね？いえ、狙って撮ったものではありません。カピラが声を上げた時に無意識に振り返ってシャッターを押したんです。無意識に押したか。それじゃ解明は無理かな。あ、でもシャッターは無意識に押しましたが、この場所のことはよく覚えています。そうか、説明してもらおうか。はい。地面にこのような5メートル四方の金属プレートがあって、この上だけは異常な重力がかかっていたんです。異常な重力？はい、しかもゴドム兵が撃ってきた弾丸がそこでスピードが鈍ってカーブしたことを覚えています。弾丸までがカーブしたか。はい。これは重力変異現象ですね。重力変異？はい、この金属プレートの上だけ重力は偏っているんです。ということはゴドムはこの基地で重力コントロール装置の実験をしていたと見ていいでしょう。重力コントロール？するとゴドムの狙いは？そうです、前に土門艦長や中平情報通信長が推察されていた通りです。よし、当直士官以外の者全員を至急ブリーフィングルームに集めてくれ。諸君に集まってもらったのは他でもない、今回のクエゼリン島偵察の結果、敵ゴドムの真の狙いが判明した。ゴドムは重水プラント以外に素粒子関係の研究開発を進めている。重力コントロール装置の設置である。ということは彼らの狙いは地球そのものである。はっきり言えば彼らは重力コントロール装置を使って地球上の水分や大気の成分、または G など自分たちの生存に都合の悪い環境そのものを取り除いて、機密式ゴーグル付きのヘルメットなどをかぶらずに快適に住めるようこの地球を作り変えることにある。地球を作り変えるだと？そんなバカな。信じない。俺も信じないぞ。一度や二度の偵察でそんなことが分かってたまるか。待ってください、我々はたった一度の偵察で判断を下したのではありません。どんな障害にも乱れないと言われたニュートリノ通信が乱れたこと、頻繁に起こった局地的な地震、またこの南海で見られるはずのないオーロラが見えたことなど、全ての現象がゴドムの重力コントロール装置の実験に結びつくんです。それ以外には説明がつかないのです。すると、あのゴドム人工惑星にはもっと多くのゴドム人が？そうです、何らかの原因で遠い外宇宙にある故郷の星を追われたゴドム人たちが何億といると考えていいでしょう。バカな、この地球を奴らの好き勝手にさせてたまるか。そうだ、この地球を誰のものだと思ってるんだ。私も諸君の意見に同感である。私の推察するところ、ゴドムはこの太平洋の島々の各地に重力コントロール装置の設置を急いでいる。するとバミューダに行く前にその装置を叩いておかないことには。そこで我がブルーノアはその持てる力を全て発揮し、太平洋地域のゴドム重力コントロール装置の発見と壊滅に尽くしたい。しかし太平洋地域には大小何百、いや何千という島がありますが。承知している、だが焦る必要はない。たとえ亀の歩みでもいい、一歩一歩進むことが大切なんだ。そこで我がブルーノアの次なる目標は
赤道直下、旧ギルバート諸島だ。これより進路を南にとって直進する。進路変更、重かじ90度。時に西暦2052年、地球は一つの連邦国家を形成し、平和共存の道を歩んでいた。だが外宇宙からの侵略者ゴドム人工惑星の攻撃によって地球は壊滅状態に陥り、60億を誇った人類もその 90% が死滅した。以来勝ち誇ったゴドム人は人工惑星から次々兵員を輸送し、各地に重水工場を建設、地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時、ゴドム追放の旗を掲げて一人大しく立ち上がったのが戦略空母ブルーノアと、そのクルーとなった若き志士たちだった。ブルーノアは進む、一路バミューダを目指して、
そこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために、ゴドムの恐るべき地球改造計画、これを阻止するために艦長ドモンはバミューダへ急行する前に太平洋全域のゴドム基地の壊滅を決意し、赤道直下はギルバート諸島へと向かうことにした。おもかじいっぱい、まるまる2に方位を取れ。え、おもかじ？南下して赤道を目指すのでは？いや、浮上したまま北へ向かう。え、もしゴドムの監視衛星に発見されていたらどうします？あ、それも作戦のうちだ。は、わかりました。進路変更、おもかじいっぱい、方位まるまる2。マーシャル諸島の基地が全滅したと。はい、それだけでなく、どうやら我々の重力コントロール装置の実験も敵に知られたようであります。太平洋方面軍司令官ゾルゲルは何をしているのだ？あそこには第一航空機動部隊の司令ユルゲンスもいるではないか。お言葉ですが、あの二人は信頼するに足りません。作戦が後手後手に回ったのも我が方の探知能力の不備と海軍力の不備のせいだと考えているようです。ガルフ、ソチは何を考えて言っているのだ？は？ゾルゲルもユルゲンスもソチの部下ではないのか？その部下の罪を言い立てるのはすなわち自らの失敗を白状するも同じ。いや、滅相もありません。私はただ…ただ…なんだ？適材適所ということを考慮しますと、この際あの二人を別な部署に就かせて、代わりにウスリを…ならん！太平洋方面軍の失敗の責任はあくまでゾルゲルに取らせるのだ。それは同時にガルフ、ソチの責任ともなるのだぞ。はあ、この大事な時に何を考えているのだ？地球が欲しくはないのか？我々の新しい星が。総帥はご機嫌斜めのようでしたな。ウスリ、私だって地球が欲しい、改造も完成させたい。だがその時は同時にウスリ、お前にも太平洋方面司令長官になってほしいんだ。それではブルーノア大使もこの私が。もちろんじゃ。ゾルゲルやユルゲンスごときにブルーノアは倒せぬわい。ブルーノアはお前のものだ。ぜひそうありたいものですな。きっとそうなる。艦長。うん。雲が切れてきました。これ以上浮上して航行するのは危険です。ああ、そろそろ先行して南に進路を取るとするか。松倉、先行進路400。了解、進路400。よーそろよいや。艦内各部異常なし。潜水航行装置正常に作動しています。よし、進路そのまま、面舵いっぱい、方位165。ようそろう、面舵いっぱい、方位165。ゴドムの奴らも我々が北へ向かったと思い込むでしょうね。
さあどうかな。裏の裏を書かれたらそれまでだ。待てよカピラ。やめなさいカピラ。どうした。私たちこの船降りたいです。なぜだ。太陽昔と変わらないのに、私たちの生まれた島クエゼリン島変わってしまいました。なるほど。私は君たちの故郷クエゼリン島の砲撃を命じた。しかしこれはやむを得ないことだったのだ。分かっています。それじゃ何が不服なのかね。不服ありません。だったらなぜ。カピラ言ってくれ、なぜブルーノアを降りたいんだ。カピラ、これは。あの時の父の形見です。私の父ゴドムが初めてクエゼリン島に来た時もこれを首から下げてました。父さん、行っちゃいけない。今畑に行ったら奴らに殺されるだけだ。今わしが行かなんだらサトウキビの苗は死ぬ。何言ってるんだよ父さん。サトウキビならいつでも植えられるじゃないか。そうはいかん。たとえ明日この島が滅びるとしても、わしは今日苗を育てる。それがわしの仕事であり、戦いなのじゃ。父さん。それが父さんとの別れだった。このペンダントを見つけて、どうしようもなく島に戻りたくなったのです。これを持ってポイント NY へ。そこに地球の未来がある。父さん、父さん。艦長、俺からもお願いします。カピラにとっては故郷のクエゼリン島にこそ未来が。他の場所へ逃げて暮らすんではなく、故郷のクエゼリン島で生きていくことこそカピラの願いだと思うんですが、艦長。ダメだ。なぜです。狼の群れの中に羊を置いて行けるか。狼？ゴドムだ。今のところは確かにクエゼリン島、いやマーシャル諸島のゴドムは撃退した。しかし我々が兵力を残していかない以上、彼らが再び上陸しないという保証はどこにもないのだ。大丈夫です。私たちゴドムが来たら地下のトンネルに隠れます。そうだ、あそこなら安全だ。ダメだな。そんなことは島に戻るための理由にはならない。お願いです艦長。私たちあの島を昔のように美しい島にしたいのです。熱帯魚の泳ぎ回る美しい海、ヤシやパンの木やサトウキビのそよぐ島、みんな取り戻したいのです。君の気持ちはよくわかるつもりだ。だが艦長として私は認めるわけにはいかない。艦長、艦長。待って、ここは私に任せて。私に。艦長、カピラとタラは今島に残って生きようとしているんです。お願いです、二人の希望を叶えてあげてください。どうも艦長。それとも臆病なの？お父さん！お父さん。
なあ母さん、母さんならこんな時どうするかね。美智子、ケイもすっかりお姉さんらしくなったな。ええ、私が入院してからもうだいぶですもの。だから今ではすっかり保谷亮の母親代わりなんですよ。美智子。え？見舞いに来てすぐこんなことを言うのもつらいが、しばらく帰れんかもしれん。地球連邦政府の極秘任務なんだ。もしかしたらかなり長くなるかもしれん。私は大丈夫よ、あなた。たとえ何年でも。留守を守るのが私の務めですもの。見舞いにも来れないかもしれんぞ。ご心配なく、私にはケイや保谷亮がいますもの。立派に病気とも戦ってみせますわ。すまん。嫌ですわ。あなたこそお仕事しっかりね。館長、館長。あ、清水か。はい。入れ。なんだ。いえ、別に。館長が部屋から出てこないと聞いたもんで。なあ清水。は？私は臆病なんだろうか。誰かそんなことを。Kだよ。お嬢さんが。カピラとタラの上陸を認めないのは臆病だ、卑怯だって。さっきここへ来てこっぴどく言いおった。なるほど、あいつの言う通りかもしれん。私は卑怯者ではないが、臆病であることは確かだ。そして臆病だからこそ艦長が務まると思っていた。今度のことは艦長としての当然の処置だと思いますが。ああ、おそらくはな。しかし。なんだ。艦長、カピラとタラが行方不明です。よし、すぐ行く。一体どうしたというんだ。艦長のせいです。艦長が許可しないから二人は。やめろ。今そんなこと言ってる場合じゃない。どうだ。まだ見つかりません。いや、外に出るはずありません。どこかモニターカメラの死角になるようなところに入ってるんでは。まったく、どこ行きやがったんだあの二人は。見つかったぞ。ミサイル発射管へ通じるブロックだ。いたぞ。いたぞ。ここだ。ここだ。ここだ。アピラ。さあ出るんだ。二人ともこんなことをしてまで島に帰りたいと思っていたのか。よろしい、残れるようにしてあげよう。艦長、そんな。清水。艦長、そんなこと言っても。しかし仮に私が許可しなくても、あの二人ならいつか隙を見て海に飛び込むだろう。檻にでも閉じ込めておかない限りはな。それよりここらで気持ちよく送り出してあげようじゃないか。ヤコベッティ、ヤコベッティはいるか。はいはい、いますよいますよ。何ですか艦長。神父の役はできるか、ヤコベッティ。え、神父ってあのアーメンってやつ。わかりました。やったことないけど、なんとかやってみましょう。おいおい、大丈夫かよ、おっさん。大丈夫、大丈夫です。映画で何度も見てるし、一回自分でもやってみたかったんだ。さて、クエゼリン島に航路反転だな。これから賑やかになりますよ。よかったな。さあ、
では始めるか。カピラ、何時死が二人を分かつまでタラを愛しますか。はい。タラ、何時死が二人を分かつまでカピラを愛しますか。はい。では新郎は新婦に指輪を送ってください。あの、指輪ありません。あ、困ったな。なんか変わるもの書いてないかな。あの、代わりにこれでいいでしょうか。はいはい、いいですとも。大変結構です。今クエゼリン島から50キロ地点まで近づきました。よし。どんなものでも見落とすな。クエゼリン島は昨日我々が砲撃した時の状態と同じです。異常ありません。よし、環境深度に浮上して停戦せよ。レーダーは監視を怠るな。はい。それ。最後の荷物だ。よしカピラ、当座の食料と生活に必要な道具類は全部積み込んだ。しっかりやるんだぞ。仲良くな。草加さん、日高さん、いろいろお世話になりました。またすぐに会えるさ。さあ元気を出して、早く行った行った。はい。二人とも気をつけてな。皆さん、ありがとう。ありがとう。艦長さんやケイさんによろしく。さよなら。さよなら。あいつらのためにも早く子供をやっつけないとな。そういうことだな。よし、見送りはおしまいだ。おもかじいっぱい。おもかじいっぱい。何ですと。この機動部隊の半分をインド洋へ回せですと。ガルフ地球総督の命令なのだ。なぜ断っていただけなかったんです。監視衛星からの情報によると、ブルーノアが北上しているというのだ。あるいはサハラの地球総督府が狙いかもしれない。バカだ。ブルーノアは南太平洋のどこかにいるはずです。総督命令だぞ。総督命令でも私は承服できません。お前の気持ちはよくわかる。わかるが、しかし私が直接ガルフ総督と話します。よせユルゲンス、話しても無駄だ。くそ。くそ。しかし負けんぞ。ブルーノは私が倒す。必ず。
甲板に出れば波が青白い夜光中で幼い頃から海に憧れて俺は船に乗るそれが夢だった人はどうして海を恋する海を恋する誰でも持ってる海の思い出時に西暦2052年、地球は一つの連邦国家を形成し平和共存の道を歩んでいた。だが外宇宙からの侵略者ゴドム人工惑星の攻撃によって地球は壊滅状態に陥り、60億を誇った人類もその 90% が死滅した。以来勝ち誇ったゴドム人は各地に基地や重水工場を建設、地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時ゴドム追放の旗を掲げて一人大しく立ち上がったのが戦略空母ブルーノアとそのクルーとなった若き志士たちだった。ブルーノアは進む一路バミューダを目指して、そこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために。そしてこの日ブルーノアは故郷の島フェゼリン再建に情熱を燃やす若きカップルカピラとタラと別れて一路先行赤道直下の旧ギルバート諸島を目指していた。同じ頃ゴドム広報基地では完成した機動艦隊の半数をインド洋に回せというガルフ地球総督の命令に第一航空機動部隊司令ユルゲンスが激怒し、ゾルゲル太平洋方面軍司令長官と激論を交わしていた。これだこれだこれだ、行こう。あの二人うまくやってるかな。カピラとタラか。ああ気になるならお前も一緒に残りゃよかったじゃないか。そうだな。おいおい本気かい。
新婚の二人の邪魔をするのがオチだぜ。そんなことするかありえるよ、こちろんならないや、笑い事じゃない。もし戦争がなかったら俺は南の海で海底牧場をやりたかったんだ。カピラみたいな連中とな。戦争がなかったらか。そうだな、戦争がなかったら俺は。よして、そんな戦争がなかったらなんて。シン、戦争中なのよ今は。班長、このまま南下を続けるんでしょうか。そのつもりだな。気になるんです、何か嫌な予感が。不思議だな、予感といえば私も妙に血が騒ぐ。ああ艦長、実は私も先ほどからなんか変な。航海長、現在位置は。東経165度12分、北緯4度9分、赤道まで550キロの位置です。よし、長距離ドローンを打ち上げてみよう。無茶です、真っ昼間ですよ。発射するところを敵に発見されたらどうします。その時は君の予感に従うことにしよう。船務長、長距離ドローン発射用意だ。目標は赤道周辺の旧ギルバート諸島。長距離ドローン発射用意。発射。発射します。映像スクリーンに投影しろ。変身方位138。変身方位138。なんだあれは。もっと接近させてみよう。はい。ドローンがやられました。今の画面の状況から見ると敵のミサイルにやられたものと思われます。よし、今の画面を再生してみてくれ。はい、わかりました。塔の基部を拡大してみよう。ゴンドラだな。おそらくこれは軌道エレベーターです。高度3万6000キロの静止衛星軌道まで届いているものと思われます。そうか、ゴドムの物質輸送の拠点というわけか。どうします、攻撃しますか。もちろんだ、だが一筋縄では行くまい。どうやらこれ自体が巨大な基地らしいからな。お、左舷後方の海面に多数の感染らしき音源接近中です。何？よし、松倉、面舵いっぱい震度2000だ。わかりました、面舵いっぱい震度2000。全員揃ったな。敵艦船の動きはどうだ。方向を変えました。本艦を正確にキャッチし追跡してきます。右舷前方の海面にも敵艦船らしき音源多数。なるほど、挟み撃ち作戦ときたか。おかしい、我々の打ち上げた長距離ドローンを発見してからだとすると早すぎますね、奴らの動きは。おそらくこれがそれほど重要な施設だということだ。これがブルーノアか。前衛艦隊に次ぐ第一次攻撃を開始せよ。
面から魚雷と思われる音源多数。垂直潜航。現在2000メートル。これ以上潜ると艦の安全潜航深度を超えます。ギリギリまで潜ってみるんだ。はい。無理です。これ以上潜ると船体が破損します。魚雷はどうした？追跡してきます。ホーミング魚雷のようです。よし、おとりミサイル発射。おとりミサイル発射します。なんだこれは。どれが一体本物のブルーノアだ。わかりません。ソナー反射ケース磁気偏差すべてブルーノアそっくりです。ルーノアベ、味な真似をしやがる。そんなのんきなこと言ってていいのか、ユルゲンス。ご心配なく、まもなく第二次攻撃が始まります。敵魚雷軍、すべて消滅しました。潜航停止、艦を水平に戻せ。離側前進。離側前進します。どうしたんでしょう。敵は攻撃をやめたんでしょうか。よし、様子を見てみよう。シーラ発進用意。待ってました。シーラ発進準備完了。シーラ発進。シーラ発進。なんだこれは。カジキマグロじゃないでしょうか。しかしカジキマグロが深度2500の深海を遊泳するかね。そういえば、もしかしたらゴダムの。シーラに連絡を取ってくれ。は、はい。こちらブルーノア、シーラどうぞ。シーラどうぞ。こちらブルーノア、シーラどうぞ。どうした。更新不能です。何？変です。ニュートリノが乱れていて連絡が取れません。なんだって。達也、まだか連絡は。ああ、いろいろと手は尽くしているんですが。まさかやられちまったんじゃないだろうな。何を言うんだ。アクティブソーナーで探査してみろ。はい、すいません。いました。震度2500。よし、よし。震度2500。旋回してブルーノアに戻れ。わかりました。取り舵いっぱい。震度2500。ブルーノアに向かって旋回。そのまま反則前進。反則前進。魚の群れだな。あいつのせいか、通信が乱れたのは。よし、スクリーンの倍率を上げるんだ。ゴドムの秘密兵器か。
間違いないな。艦長、どうします？あ？くそ！あのままじゃブルーノアが。そんなことでブルーノアを潰せるのか。今に奴らは一点に集中攻撃をかけてブルーノアに穴を開けます。そうなればブルーノアはやむを得ず浮上するでしょう。そこでとどめを刺すのです。このメゾは使えないのか。いや、近すぎます。もちろん奴も吹っ飛ぶでしょうが、こちらもやられます。何をやってるんだ、ブルーノア。手も足も出ないのか。あの状態じゃ突っ走っても振り落とそうとしても食らいついてくるだけだろ。くそ。艦長、何とかしましょう。あのままではブルーノアのクルー全員が死んでしまいます。ケイ、分かっている。しかしどうすればいいんだ。もしかしたらあれが使えるかも。試作中の水中戦闘機か。しかしこいつはテストもしていないが。だからこそこのチャンスにテストするんだ。よし、やってみよう。おい待て、俺が行く。いや、俺だ。ケイ、ダメだよケイ。よし、ブルーノア救助は我々3人が行う。他の者は所定の位置について今後の作戦に従え。はい。水中戦闘機発進準備完了。発進。艦長、水中戦闘機です。シーラとの連絡がつきました。よし。シーラ、清水は？はい、艦長は水中戦闘機で敵メカを攻撃中です。よし、わかった。泉、代わりにお前が指揮を取り、これより直ちにシルバーカメローン作戦を展開して敵艦隊を引きつけてくれ。はい、シーラは直ちにシルバーカメローン作戦を展開します。シルバーカメレオン作戦、用意完了。ポリマーコーティング開始。ほう、おい、これは。己ブルーノアめ、逃がすものか。全艦に次ぐ、ブルーノアをオンだ。震度2500、ポイ292。艦長、作戦成功です。うん、あとは敵艦隊の集結とシーラの脱出のタイミングを計って攻撃する。その際、旧弾頭ミサイルを使用したい。
私も今それを考えていました。ではコンピューターの意見を聞いてみてくれ。はい。ミサイル担当官、球弾頭ミサイル装填。はい。ミサイル発射準備完了。敵さんたち集まってきたぜ。よし、反転脱出だ。コーティング溶解剤排出。反転。ルノアの反応が消えました。何？シーラ、安全圏に入りました。よし、球弾頭ミサイル発射。なんということだ。ユルゲンス一世時代の不覚、ブルーノアメ、必ずこのユルゲンスが倒してみせる。
早く海原越えて旅立ちの時は来た。ブルーノア巨大な波を蹴立てて船底深く進んで遥かに望む大いなる海。ブルーノア俺たちの使命は重い。ブルーノアお前の力を信じる。この地球に再び安らぎ。時に西暦2052年、地球は一つの連邦国家を形成し、平和共存の道を歩んでいた。だが、外宇宙からの侵略者、ゴドム人工惑星の攻撃によって、地球は壊滅状態に陥り、60億を誇った人類もその 90% が死滅した。以来、勝ち誇ったゴドム人は、各地に基地を建設、地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時、ゴドム追放の旗を掲げて立ち上がったのが戦略空母ブルーノアだった。ブルーノアは進む一路バミューダを目指して、そこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために。そしてこの日、ブルーノアは赤道直下にそびえるピンクの塔、ゴドムの軌道エレベーターを発見。その攻撃を開始しようとしたが、その前にユルゲンス率いる機動部隊が出現。相次ぐ新兵器でブルーノアを窮地に陥れた。だがシーラの陽動作戦が功を奏して、ゴドム艦隊はブルーノアの前に撃破され、ユルゲンスは敗退を余儀なくされたのだった。ドッキング完了。シーラ、陽動作戦を完了し、ただいま全員無事に帰投しました。ご苦労。よくやったぞ、ヒロシ。はい、おかげさまで。艦長、いよいよあの塔の攻撃ですね。いや、攻撃はまだだ。え？なぜです。機動部隊が壊滅した今こそ最大のチャンスだと思いますが。あ、そうですよ、艦長。諸君の気持ちはよくわかるが、今まで戦ってきた経験からももう少しあの塔を調べてみる必要がある。諸君に今必要なのは十分な休養だ。党の調査結果次第ではまた諸君に頑張ってもらわねばならない。それまで各自体のコンディションを整えておくように。はい。清水。あ、見てもらいたいものがある。もう一度作戦室まで来てくれ。はい。これは敵のミサイルにやられたんだ。ゴドムのレーダー網も完璧だ。艦長、シーラで偵察させてください。艦長。
島抜きです。特殊偵察ロボットが完成しました。うん、今すぐ行く。何ですかこれは。ああ、バイオットだよ。バイオット。ああ、有機質素材のみで作られた生物ロボットのことさ。つまりこいつはレーダーから見れば本物のウミガメにしか見えないってわけなんだ。なるほど、これなら精密偵察も可能かもしれんな。よし、早速発進準備にかかってくれ。はい。距離は前にドローンが撃ち落とされた距離と同じです。うん、どうやら察知されていないな。潜ります。生物ロボットは。どうやら当基地の周囲はゴドム川以外の動くものは全て撃破する仕掛けになっているらしいな。なんてこった、これじゃ攻撃の手の打ちようがないじゃないか。艦長、地震です。何、地震。どっちだ。東南東の方向です。震度8ぐらいだと思います。何、ゴドムの塔を撃つ。了解。この地震でビクともしないと。ゴドムの攻撃ですか。心配するな、ただの地震だ。それでゴドムの塔は。ああ、残念ながら何の変化も見られない。こうなったら一刻も早く塔を攻撃しましょう。課長、シーラの出撃命令をお願いします。待て、今のシーラの攻撃能力ではとても太刀打ちできる代物じゃない。しかしそれをやってもらいたいんだが、塔の概要は先ほどの偵察でほぼ確認できた。塔下部への攻撃は不可能だ。ということは塔本体を攻撃するしかない。そこでシーラの役目だが、ジャブ攻撃をかけ、できるだけ時間を稼いでもらいたい。その隙をついてブルーノアで一挙に攻撃を仕掛ける。以上だ。清水、直ちに戦闘準備に入ってくれ。はっ。シーラ、発進準備完了。よし、シーラ発進。シーラ発進。現在震度は。現在震度450。よし、震度400で水平航行に移れ。震度400で水平航行に移ります。距離は。塔の10キロ手前です。よし、浮上だ。え、浮上ですって。艦長、塔の上方にはゴドムの攻撃衛星があるんでは。そん
配するな。大丈夫だ。浮上と同時にこちらもレーザー砲を一発を見ましてすぐに潜ればいい。なるほど、ヒットエンドラン戦法か。うん、分かったな。時間がない。シーラ急速浮上。シーラ急速浮上。レーザー砲発射用意。レーザー砲発射用意完了。よし、発射。発射。ダメです。レーザー砲も通用しません。そんなバカな。映像を再生拡大してみろ。はい。あの塔には反射係数の高い鏡と偏光ガラスによる対レーザー装甲が施されているようです。対レーザー装甲か。艦長、もはや最後の手段しかありません。反陽子砲か。いや、現状況では無理だ。なぜです？計算してみろ。直径500メートルで軌道衛星にまで達する塔が倒れた時のことを。四方を撃った後、ブルーノアのエネルギーは10分間ストップする。その間エンジンが停止しても安全に逃げられる方法、つまりブルーノアが遠ざかるために乗れる海流を探すことが先決だ。そうか、赤道反流ですね。その通りだ。しかし海流が昔通りに流れていればの話だ。こちら太平洋方面軍です。総督にお取り次ぎを。総督はご多忙ですので後にしてください。こちらも急を要するのだ。ブルーノアが太平洋に現れた。何？ブルーノアが太平洋に？お前が使用艦隊をインド洋に持っていたおかげで我が隊は大打撃を受けた。その上軌道エレベーターも。軌道エレベーターか。あれは大丈夫だ。我が子供の最高防御網が施してあるからな。どうしてそんなことが言える？ウスリー副官、ブルーノアを侮ってはいけない。ブルーノアはお前たちが想像している以上に手強いというのだな。いいでしょう。総督がお戻りになられたら伝えておきましょう。それじゃあ遅いんだ。ウスリーめ、いまいましいやつだ。なんだあの光は。光？また。スクリーン最大望遠だ。最大望遠です。あのボートの文字は確かブルーノ。何？ブルーノ。あそこにも一人。奴らは何をしておるのだ。魚に餌をやったり畑を耕しているところを見るとブルーノアの補給基地にしようとしているのかもしれません。よし、もっと詳しく調べてみるんだ。ブルーノアの現在地から行って一番近くを流れているのがこの赤道反流だ。その海流にブルーノアを乗せて塔から遠ざかりながら汎用四方を撃つ予定だ。わずか10分間とはいえその間ブルーノアは丸腰になるわけですね。というわけ
けだ。シーラはできる限り後方に下がり、球弾頭ミサイルを撃ち、ブルーノアの浮上と汎用四方発射を援護してほしい。わかりました。取り火事いっぱい。取り火事いっぱい。震度200、全速前進。震度200、全速前進。こちらシーラ。ただいま予定の海域に達しました。球弾頭ミサイル発射用意。目標5ドムの塔、方位270、距離4万。球弾頭ミサイル発射用意。目標5ドムの塔、方位270、距離4万。よし撃て。発射します。よし、浮上。補助推進機フルスラスト、海面まであと5秒。汎用四方発射準備にかかれ。はい、汎用四方発射準備にかかります。本艦はただいまより汎用四方発射体制に入ります。作動中の全電子機器は直ちにプログラムを中止し、回路を閉鎖してください。全電子偽装回路閉鎖完了しました。反応炉停止。反応炉停止。エネルギーの供給体制援護発動します。ブルーノア停止しました。よし、海上探査部位の映像をスクリーンに投影せよ。了解。あれは汎用四方撃て。プロトンブースタースタンバイ。スタンバイオッケー。有刺極性フィールドスタンバイ。スタンバイオッケー。訪問開け。敵方位270、距離3万。架空間フィールドプロジェクター用意。発射準備完了しました。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。合流しよう。全速前進。了解。全速前進。
道路を作動開始。戦闘機の回復 70% です。汎用四方発射体制解除。ブルーノは発進準備にかかります。了解。こちらシーラ、ブルーノは無事ですか？ああ、かなりやられたが、それよりご苦労だった。直ちに帰投してくれ。了解。ブルーノは発進準備完了。あれはタナー、タナー、助けて。早く。緊急連絡です。軌道エレベーターが破壊されたそうです。何？何？これは。カピラ。ブルーの兄、SOS を。カピラ。すごい眺めだな。何で作られていたのかしら、あの塔は。おそらく硬質のクリスタルじゃないかな。多分内部に歪みができないように無重力の宇宙空間で一度に結晶させて、それでこの地球上に吊り下ろしたんだろう。クリスタルアイランドか。艦長、救難信号です。クエゼリン島です。何？力を信じる。
スラインを。時に西暦2052年、外宇宙からの侵略者ゴドム人工惑星の攻撃によって地球は壊滅状態に陥り、60億を誇った人類もその 90% が死滅した。以来勝ち誇ったゴドム人は各地に基地を建設、地球改造計画を推し進めていた。そしてこの時から地球はその頭上に2つの月をいただくことになったのである。こうした時、ゴドム追放の旗を掲げて立ち上がったのが戦略空母ブルーノアだった。ブルーノアは進む、一路バミューダを目指して、そこで建造中の反重力エンジンを装備して宇宙空母となるために。そしてこの日、ブルーノアは赤道直下にそびえるゴドムの軌道エレベーターを攻撃した。汎用四方の一撃を浴びた塔は一瞬のうちに粉々に砕け散り、クリスタルの雨となって海面に降り注いだ。クリスタルアイランドか。今日の戦いのいい記念になるな。ああ。艦長、クエゼリン島から緊急救難信号です。何？ん？カピラとタラの身に何かあったんだ。どうします、艦長。航海長、最短距離でクエゼリン島へ急いでくれ。はい、クエゼリン島へ直行します。この火事いっぱい、全速前進。この火事だ。一体どこへ行きだ、ブルーノアは。航海長、現在の速度は26ノットです。もっと急げんのか。無理です。ゴドムの塔を攻撃した際、船体にかなりの損傷を受けているためです。艦長、何があったんです？あれだ。どこからです？クエゼリン島だ。カピラとタラが途絶えました。飛んでくれるかね。行かせてください。あの二人とはポナベ島収容所以来の仲です。私も一緒に行きます。俺も行きます。私も行きます。君は行く必要はない。いいえ、あの二人には私も責任があります。お願いです、艦長。私たち、あの島を昔のように美しい島にしたいのです。君の気持ちはよくわかるつもりだ。だが艦長として私は認めるわけにはいかない。艦長。島に残って生きようとしているんです。お願いです、二人の希望を叶えてあげてください。土門艦長、お願いです。救助隊員は私が決める。シン、ドメニコ、ヒロシはバイソンに乗ってくれ。はい艦長。日高は第二航空隊を指揮して戦闘ヘリを援護してくれ。以上だ。はいはいはい、はい。
願い、見なかったことにして。しかし、はい、見なかったことにしてね。ヤコペッティ、サエコはケイさんのボディーガードになります。きっと役に立つと思うよ。じゃあね。戦闘ヘリバイソン、発進準備完了。こちら第二航空隊、前期発進準備完了。よし、急速浮上。急速浮上します。ハリケーンが？はい、ゴドムの塔を倒してから急に天候がおかしくなったようです。艦長、この様子から考えるとゴドムは塔の周りの気象制御も完璧にやっていたようですね。通信情報庁、現在の風速は40メートルですが、まだまだ強まるでしょう。救助部隊はひょっとすると最大風速60メートルのハリケーンの真ん中を突き切らなければならないかもしれません。風速60メートルか、かなりきついフライトになるでしょうが、バイソン戦闘機ともに問題ありません。よし、行こう。戦闘ヘリバイソン発進。戦闘ヘリバイソン発進せよ。航空隊発艦。航空隊発艦せよ。頼んだぞ。待ってろよ、タビラ、タナ、すぐに助けに行くからな。ブルーノは、まだか。動いちゃダメ、タビラ、ブルーノは必ず助けに来てくれるわ。心配しないで休んでて。もう少しの辛抱よ。
タラ、カピラ、カピラ、カピラ、ダメじゃない。お前こそどうして。私はブルーナの人たちが来たような気がしたから。あった、こちら日高、クエゼリン島確認。了解、これより予定の作戦行動に入る。アイアイサー。さあ、行くぞ。そこだ、洞窟の中にいるに違いない。こっちだ、行くぞ。救難信号装置だ。ここにいたことは間違いない。まだ暖かい。ついさっきまでここにいたんだ。お、どうした。これはひどい。この血の跡から見るとかなりの重傷だな。もしかしたら、あの二人は俺たちを待ちきれずに外へ出たのかもしれないな。この嵐の中をやたら探し回っても無駄だ。サヨコ、来い。ここはお前の出番だ。頼むぞ、サヨコ。よし、追うんだ。ケン、何してるんだ、早く来い。どうしたんだ、サヨコ。もしかしたら、この雨で匂いが消えてしまったのかな。あっちだ。あれは敵艦発見。第二航空隊はこれより低空で迂回し、これを攻撃する。そう、あいつら。あとは生け捕りにするんだ。よし、チュン。よし、終わった。手はこっちだ。はい、カピラ。ケイ、落ち着くんだ。だってとにかく今は二人を安全なところに移すことが先決だ。
ヒロシ大丈夫か、ヒロシ、ヒロシ、俺は大丈夫だ、奴らを早く捕まえてくれ。分かった、頼むぞ、シーン。てい、何事だ。あ、敵攻撃隊です。バカ者、どうして気がつかなかったんだ。申し訳ありません、この悪天候のせいです。対空レーザー用意。いいか、垂直降下して総攻撃をかける。全機俺に続け。兵が一人捕虜になったらしい。捕虜が何ですって。問題はブルーノアです。ブルーノアを仕留めれば全て解決するのです。ブルーノアめ、救助隊ただいま帰還しました。ご苦労、詳しい報告は後でいい。それより早く二人の手当てを。はい。はい、よし、俺が代わってやる。頼んだぞ。二人の容体は？はい、カピラは出血多量、タラは頭を打っていてかなり危険な状態です。そうか。待て、どこへ行く。カピラとタラの手当てに。今のお前にその資格はない。艦長、そんな、ケイを連れ出したのは私なんです。ケイを罰するならこの私を。俺も同罪です。俺もです。勘違いするな。感情が高まっている今、K には冷静さを要求される患者の手当ては無理だと言っているんだ。容体は？
これから手術だ。手術？あ、言っちゃダメだよ。二人とも絶対安静なんだ。でも、私行かなくちゃ。ケイ、任せるんだよ、桜町医長に。任せる？そうだよ、ケイ。任せるしかないんだよ。恋する海を恋する